ネルを外します。右下あたりに隙間がありますので、そこから外すといいです。4本のネジを外します。本来はバッテリーのマイナス端子を外した方がいいですが、外しません。ネジが外れたので周りを破損させないように引き出します。バックパネルから配線を引き抜きます。すべて外れました。新しいナビの配線キットを車側に取り付けます。テプラで電源計を表示しとくと後で分かりやすいです。古いナビの配線キットを外します。新しい配線キットを取り付けていきます。取り付けブラケットを移植します。今回はワイド対応なため、このパネルは使えません。このブラケットを新しいナビへ取り付けます。付属の専用ネジで取り付けます。電気点検ネット通販にて型遅れ品を特価で購入。逆側も取り付け、配線を整理し押し込みます。バックパネルに配線を接続します。テレビアンテナは見ないのでつけません。
ブラケットを位置決めします。とりあえずネジ締める前に動作確認。バックモニター間違えてましたが直して、一通り確認して問題なかったのでネジ締めます。パネルを取り付け完了です。難しくありません。セットアップに入ります。すべて完了。ETC も認識しています。すべて OK。お客様登録を行いナビスタを使ってみます。お客様登録を何回やっても、法人向けモデルのためできません。どういうこと？メーカーに問い合わせると。シリアル〇〇〇〇ですけど、お客様登録を、すると、法人向けモデルのためできません。って出るんですけど、中古などで業務用のものだとそうなります。有償で変更できますが。いや、新品なんですけど。販売店に確認してみてください。販売店に連絡。お客様登録をしようとしたら法人向けモデルのためできませんと出て、メーカーに問い合わせたら業務用のものですとの回答。どういうことでしょうか。販売店からの回答が来ました。メーカーに確認したら業務用のものが一般向けのものに混じって売られたとのこと。その機種はもうないので次の片遅れ RW503 に交換します。それでお願いします。土日でないと外せないので、できれば土日着交換でお願いします。販売店より。発送しました。取り外してお待ちください。部品の返品忘れはそちらの負担で送ってもらいますので注意してください。こちらの都合を全く無視、さっさと送ってきました。運送業者に1日待ってもらい、夜の取り外し。自分で交換だからいいですけど、ショップで取り付けた場合どうなんでしょう。メーカーは、シリアルを連絡した時点で手違いがわからなかったのか。販売店は、なぜ日付指定で送らなかったのか。取り付けの手間をどう考えてるのか、かなりの疑問です。また、一般向け、法人向けのハードの違いは、全くわかりません。単なる管理の問題だけだと思うのですが、今回はメーカー、販売店ともにかなり微妙な対応と言わざるを得ないです。新品送るから忙しいし文句ないでしょみたいな感じでした。ボリュームがロータリースイッチで良かったんですけど、502のが気に入ってたんですけどね。仕事から帰ったら取り外して梱包です。こちらが代替品503です。ロータリースイッチがないのが残念。取り付けブラケットをまた移植しなければなりません。速攻完了。夜ですけど一気に取り付けてしまいます。
また動作確認。はじめは、起動に時間がかかります。問題なさそうなので、パネルを取り付けさっさと完了。セットアップをしてみます。とりあえずセットアップも完了し、お客様登録も無事できました。ナビ下の機能が問題無く使えます。散々でした。